あげるな。本当にいいの？上等。さあ、じゃあ始めましょうか。では両者、手を組んで、レディーゴー。対等にやり合う男に会ったのって。いや、なんでもない、なんでもない。こっちの話。うん、こっちの話なんだ。鉄アレイらしいです。辻本さん、市販のじゃ物足りないらしくて。台車持ってきますね。
リスガー君。夏美の机ならそこだから置いておけばわかるんじゃないかな。ふっ、それ何？夏美らしいわね。ところでアリスガー君、私これから食堂行こうと思ってたんだけど、アリスガー君も一緒に行く？ご飯もう食べたの？お弁当？ひょっとしてアリスガー君、女の人と暮らしてるんじゃないでしょうね。はあ、やっぱり。でどんな人？いくつ？身長は？体重は？将来のことを誓い合った仲なの？ねえねえ、アリスガー君どうなのよ。まさかここまで来て教えないつもりじゃないでしょうね。妹さん。はあ、なんだ、そうか。もう紛らわしいな。はあ、ドキドキしちゃって損しちゃった。でも本当に彼女いないの？あ、アリスガーさん。アリスガーさんはお昼はもう済まされたんですか？お弁当？ひょっとして恋人にでも作ってもらったんですか？妹さん？そうなんですか。さあ、どうだか。アリスガー君、どこに行ったのかしら。
たいた。課長が呼んでます。ミーティング始めるみたいですよ。なんか大きな事件が起きたみたい。さあ行きましょう。ところでアリスナー君、こんなとこで何やってたの？はあ、昼休みまで仕事、頑張りますね。誰かさんも見習ったら。もう、私も頑張ってるわよ。はいはい。向島三丁目で銀行強盗が発生した。捜査一課は現場に向かっている。犯人は車で逃走しているらしい。館内に検問を張り、我々もこれに対処する。各自の担当は以上の通りだ。犯人を館内から出すことのないようそれぞれ連絡を取り合ってことに当たってくれ。以上、現場に向かってくれ。了解。